はだいたい真ん中ついてますか、500の中継ぎ。これが旧川崎の DNA。これ2分1周やってみたと。どうぞどうぞ。またまた。500の中継ぎ。なかなかそういう機会もないと思うやろうから。これ1974年モデル。これのサイドカーがね、機械であのバイクね。誰かよかったら写真撮ったってください。500cc です。当時世界最速のマシン。あの市販車で世界最速を取ったのは日本から初めてやった。そんな言わない。曲がらない、止まらない、まっすぐ走る。まだこの間来た時に7半年取ったんじゃん。あと、目黒とかね、みんな動いてやってんだ。すごい煙今やってる人ですね。これが、日本一周やってる子ですわ。後ろに日本一周って書いてますわ。よかったら曲がりますか。いや、いいです。ちょうどオイルがパタパタ入ってる、オイルが入ってる証拠なんですけどね。これがサイドカーになったら機械段階です。機械段工場までそうそう、で、7班が破壊段の前にね、こっちの方。次言うといてもらったら目黒出しておきますね。すまん、これちょっと前出してもらえますか。で、エンジンここで前でかけてもらえますか。いいですか。うん、エンジンを1台ずつ取っていきますんでね。ここからどこ行くの。アヒルさん、これ右行ったら309出ますから、309左でガソリンスタンドなんぼでもありますわ。ここまで出してくれたら OK です。エンジンを消してもらえますか。エンジン聞かせてください。おお、良くなってる。ダブル8、エンジンお願いします。でこっちから先エンジンで、はい、お願いします。してもらえますか。